ギプスコア圏、ギプスコア圏、または、は、スペインバスク州にある圏。県とは、サンセバスティアン。89のムニシピを、基礎自治体を持つ。歴史上最初に文献に登場する、この地域の名称は、1025年に記録された、イプスコアである。その後はいくつかの文献に類似した地名が、登場しており、イプスコア、イプクチャ、イプスカなどが確認されている。 ギプスコアという単語の完全な語源は確認されていないが、バスク語のギプツという単語と関連しており、前半部分のイップは、イバルイコール、北、イップルディイコール、後ろ、イブインイコール、物語などという単語と関わりがあるとレール。この解釈によれば、イプスコという単語は、北のまたは、北へという意味を持っていた可能性がある。ギプスコは、エウスカルザインディア、 バスク語アカデミーが推奨するバスク語の綴りであり、一般的にバスク語の公式文書で使用される。カスティーリア語で書かれた文書であっても、公的な書類では、このバスク語の綴りが必須である。スペインバスクにおけるメディアで最も頻繁に使用される綴りでもある。スペイン1978年憲法のバスク語版やゲルニカ憲章のバスク語版でもこの綴りが使用されている。 ギプスコア県議会は、ギプスコアの歴史的領域を示す、最の唯一の公式表記としてこの綴りを定めいる。ガイパースコア、カスティーリア語の綴りである。レアルアカデミア・エスパニョーラ、スペイン語アカデミーは、カスティーリア語での対外的な公的文書にのみ、この表記を用いることを決定。2011年からは原則として、バスク語のギプスコという綴りを使用することが必須となった。 ガイパースコは、スペイン1978年憲法のカスティーラ語版やバスクジ治憲章のカスティーラ版で使用されている。西は、ビスカヤ県、南西は、アラバ県、東は、ナバーラ州、北東は、フランスのピレネイコール、アトランティック県と接しており、北は、ビスケー湾のカンタブリア海に面する。 面積は 1909km であり、スペインの50県中で最も小さい。2011年の人口は70万9607人であり、人口の半分以上がサンセバスティアント市県に、人口の約25%がケントサンセバスティアンに住んでいるが、数多くの人口密集地が県全土に点在している。ケント以外の重要な自治体には、イルン、エレンテリア、 サラウツ、アラサーテ、モンドラゴン、エイバル、ボンダリビア、フランスとの国境、オーニャティ、トローサ、ベアサイン、パサヤ、主要な港町などがある。2012年の調査によると、ギプスコア県の人口は71万4360人、人口密度は374人、キロメートルである。スペインの50県中、マドリード県、バルセロナ県、 ビスカヤ県に次いで4番目に人口密度が高い。ギプスコア県の人口の26%が、県とサンセバスティアンに居住している。スペイン全土の県と集中率の平均は32%で、あり、ギプスコア県の県と集中率は50県中33位で、ある。ギプスコア県は、西岸海洋性気候で、エスパーニャベルデと呼ばれる地域にあり、 井戸の割には温暖である。ビスケー湾と南部のギプスコア山地をつなぐ丘陵や草原の景観を特色としており、バスク山地の一部であるギプスコア山地の丘陵や起伏の多い地形はハイキングなどに適している。いくつかの山は象徴的な意味を持っており、それらの山頂には十字架、記念碑、登山者用郵便受け戸が置かれている。頂上に歩いて達する山岳巡礼も、 行われているが、巡礼は、次第に、宗教的熱意を失って世俗化している。ギプスコア県を象徴する山には、アイアコアリア山、エルニオ山、チンドキ山、アイスコリ山、イサライツ山などがある。アララール山地にあるアララール国立公園は、ギプスコア県とナバーラ州の境界付近にある。ギプスコア県の河川は、ビスケ湾に達する他地域の河川とは異なる特色を、 示している。これらの河川は、丘陵の多い内陸部を、南から北に流れ、海に達する前には、横幅の狭い盆地を短い間隔で、いくつも制する。年間を通じて安定した降水量があるため、これらの河川は季節による流量の変動が小さく、外して短い延長距離を考慮すれば、源流部から川口部までに、急激な高低差を示す。西から東に、 デバ川、ウロラ川、オリア川、ケントサンセバスティアンで、ビスケ湾に注ぐウルメア川、オイアルツン川、フランスとの国境を形成するビダソア川があり、いずれも南から北に流れて、大西洋のビスケ湾に注いでいる。しかし、ギプクスコア県の最南端部、セガマのチャウステ集落からだけは細い流れが東に、伸び、やがて、アラゴン川となって、地中海に注いでいる。 2011年5月22日に行われた地方選挙において、同年4月に設立されたばかりの政党連合ビルド、事実上級バータスナが34.60%の票を獲得し、キックスコア権における第一政治勢力となった。43の自治体で表現数において絶対多数を獲得、43主張を単独で選出した。 他党との連立によって13の主張を選出しており、ビルドから56主張が誕生した。これは、ギプスコア県の自治体総数の48.86%に当たる。また評議員も441人を獲得。ビルドは、ギプスコア県において他の政治勢力を圧倒する勢力となった。近代までは、南北方向の河川に沿って建設された道路が主要な交通手段だった。 内陸部を通るサンティアゴでコンポステーラの巡礼路のメインとなる巡礼路はギプスコア圏を通過しないが、は、イルンからスペイン領土に入り、オリア川に沿って北東から南西に向かってギプスコア圏を縦断。サンアドリアントンネルを通ってアラバ県に入り、ブルゴスでメインとなる巡礼路に接続した。リサラテは侵食によって岩が削られた天然のトンネルであり、 アイスコリアマの中原にある。1765年までには、デバ川に沿って、王立道路が延伸し、北の道には、イルン、サンセバスティアン、ビルバオ、サンタンデール、オビエドとバスク海岸に沿って歩いて、ガリシア州に入るルートが得られた。このルートは、海岸の道とも呼ばれる。1973年までには、ビルバオとサンセバスティアンを結ぶ A-8 号線と、 E-75 線の建設工事が完了。これらの高速道路は、東西方向に谷を横断して激しい道路交通を可能にしており、この2都市間の交通の主軸になりつつある。ギプスコア県を通過する主要道路には、イルンとサンセバスティアンを結ぶ N-1 号線、サンセバスティアンからオリアカーに沿って、ナバーラ州、アルツス、アルサスワに向かう E-5 号線がある。 生態学者、左翼民族主義のバタスナバスク祖国と自由の抗議運動や攻撃活動で妨害されながらも、1995年には A-15 号線が延伸してサンセバスティアンとナバーラ州の州とパンプローナを結んだ。建設計画論争が集結したのは最終的なレイアウトが決定してからだった。2010年1月、ギプクスコア圏政府は増え続ける。 道路交通への対策や改善の目にエイバルから南に向かう AP-1 号線のビトリアイコールがスペースまでの延伸工事を完了し、アラサーテ、モンドラゴンやベルガラなどギプスコア県西部の工業地域に快適な交通手段を提供した。南北方向に走る AP-1 号線と N-1 号線はベルガラとベアサインの間で、 東西方向に走る GI-632 号線で接続している。サンセバスティアント市県南部には外環状線が建設され、サンセバスティアン市街地を通過せずに東西方向に抜けることができる。大まかに言えば、レンフェ、スペイン国鉄は、イルンからサンセバスティアン、トローサ、スマラガを通ってナバーラ州に抜ける南北方向の線路を所有しており、 バスク鉄道は、イルンからサンセバスティアン、エイバルを通って、ビスカヤ県に抜ける、東西方向の線路を所有している。ギクスコア県の主要都市では、アラサーテ、モンドラゴンには、レンフェの路線もバスク鉄道の路線も走っていない。イルンとサンセバスティアン都市圏の間では、レンフェとバスク鉄道が、ラピッド・トランジットを運行しており、それぞれ路線にセルカニアスサンセバスティアン。 メトロドノスティアルデアという名称が付けられている。これらのラピッドトランジットは国境を越えてフランスのアンダイエに達してり、アンダイエでフランス国鉄と接続している。デンフェの近郊路線はサンセバスティアンから南西のアイスコリ山麓に向かってオリア川に沿って走る。この路線はエルナにトローサ、ベアサイン、スマラガなどを通りアイスコリ山の登録で ナバーラ州との宗教を超えて、アルサス、アルサスアに達している。バスク鉄道の近郊路線、コスタルデア線はサンセバスティアンから、バスク海岸沿って走る。サラウツ、デバ、エルゴイバルなどを通り、エイバル近郊にある、ギプスコア、ビスカヤ県境の町エルムまで別の路線に接続している。バスク鉄道は、コスタルデア線のスマヤから、南のアスペーティア方面に向かう路線。 コスタルデア線のデバから東のオンダロア方面に向かう路線の建設を計画している。バスク鉄道は基幹線ミリメートルの狂気線であり、また小規模な街を細かくつなぐことで線形が悪いため、長距離の移動には実用的でない。北東の安大へ、フランス、南東のパンプローナ、南西のビトリアイコールがステース、北西のビルバオを、 X 事情につなぐ高速鉄道が建設中であり、その一部は Y 事情のバスク Y として運行される。これらの高速鉄道は2016年に開通する予定であるが、生態学者や左翼民族主義者などは、建設に対して強い反対運動を展開し、また財政的な緊張状態もあって未来が不確かなものとなっている。オンダリビアにあるサンセバスティアン空港は、 ギプスコア県唯一の空港である。イベリア航空がマドリードイコールバラハス空港にブエリング航空がバルセロナイコールエルプラット空港に定期便を運航ており、イベリア航空はパルマデマヨルカ空港に夏季のみ定期便を運航している。国際路線には県外のビアリッツイコールアングレットイコールバイオンヌ空港、フランスやビルバオ空港が使用される。 ギプスコア圏は伝統的にローマカトリックの圏であり守護聖人はイエズス会の創立者であるイグナチオ・デロヨラとアランサスの聖母であるギプスコア圏はバスク地方の中でバスク語が最も広く用いられている圏でありバスク語の方言としてギプスコア方言があるほとんどの地域でギプスコア方言が話されており他の方言の中で重要な位を保持して 活力を見せている。トリーキティシャボタン式アコーディオン、ジャラパルタ、木琴、アルボカ、ツノ笛、チストゥ、タテブ笛などが、バスクの伝統的な音楽文化であり、バスクの田園風景には、バシェリ、高い床家屋が見られる。エドゥアルド・チリーダなどバスクの彫刻可愛し、鋼鉄、鉄など重量感のある素材を用いた作品を制作するが、これは、 重工業が盛んなこの地方の産業構造に起因する。サンセバスティアンやトローサなどでは国際的なポップカルチャーイベントが開催されている。ホセアンヘル・イリバル、ホセバ・エチェベリア、シャビア・ロンソなど優れたサッカー選手を数多く生み出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。